三橋公園でミミドルの色違いを探した続きです。公園内で行われる EX が5時半からなので向かいます。2キロ卵から嘘8、卵一つ孵化でミミドル出現のタスク達成。通常食。2キロ卵にスーパー孵化装置を使用するのはもったいないので、通常の孵化装置でぼちぼち孵化させていきます。では EX の開催されるジムへ向かいます。グループさんが集まっています。同時刻開催の EX へ行く人がいるか聞いてみよう。こんにちは。こんにちは。次のマックって行かれる方います？あ、みんな行く。あ、じゃあ全然大丈夫です。よかった。ねえ。同時間ですか？そうですよね。私同時間からできないよ。今日の悩みの種が解消されました。安心したので、隅っこで撮影することにします。30分でもずらしてくれると自転車を吹っ飛ばしていくんですけどね。フリーザーデイの時はよくやったと思う。今でこそ EX は当たるようになったけど、昔は大変だったからな。グループさんはプライベートモードで入るようです。どうしよう、私も入ろうかな。キラフレンドになるかもしれないし。もういっか、清水さんと一緒に入ればボーナスもらえんで。大親友ボーナス。グループではないアメちゃんのお母さんがいるので、ボーナス自体はもらえます。そういうの入りますか。せーの、はい、せーの、ほい。間違えた、入れなかった。はい、すいません。お、20人だ。あ、大丈夫です。はい。入れない。入れない。もう一回抜ける、もう一回抜けます。せーの、ほい。ニャース、ニャース、こらった、バタフリ。同じだ、同じだ。もう一緒になれました。やっぱりね、4人とか5人になると勝てなかった可能性がね。怖いですね。あそこでさっき4人ぐらい残ってて、勝てます、勝てないって言ってた人がいました。あ、40か。それでおめでとうございます。よかったですか。記念すべき、これに合わせたんですか。ミブル取ったの？取れなかった。取れないの？78ピリぐらいになりました。うちはミブルだよ。そう取れないの？取れない。今日久しぶりの公園今撮ったって。うん、いるんだよ。いっちゃいるけど、うん、結構たっぷりした感じですか？だね。もうちょっと頑張る。で、何気にちょっと生身だ。わかりやすいですけど、色違い。しまった、対策パーティーがギラティナだ。疲れてるのよ、ヒコボン。ジム専用のパーティーになってしまった。果たしてこれでダメージ1取れるだろうか。ダメージボーナスが気になる。CP1247 低いです。よかった、ダメージ量1だ。ボール13個、大親友ボーナスないと9個で、途端に厳しさあふれる。ちなみにアメちゃんのお母さんとは最近大親友レベルになりました。スローが安定しているのでバイルのみで攻める。
つこく、ファイルのみ、金釣りにすれば、割と簡単に取れますからね。もう少し粘ってみる。しぶとい。ファイルのみでゲットです。次はもう金釣りにしようかと思ってました。釣れました。アメちゃんのお母さん苦戦しています。おお結構高いじゃないの。いいの、もっと早く取れればよかった。ボールは残り4球。エクセレント。エクセレント。エクセレント。厳しみ、残り1球になってしまうた。エクセレント。よし来た。この1球でゲットです。1279、全体的に言うことなし。 HP 際立ち、攻撃にも驚いている。ここに注目すると素晴らしい。ワクワクさんだった。取れたけどそんなでもなかったです。気持ちないね。はい、チャンスが出てます。どうですか。はい、あ、ほんとだ。あ、レベル40。レベル40です。おめでとうございます。アメちゃんのお母さんです。はい、ありがとう。はい、すでに孵化している次の EX へみんなで向かいます。こういうのグループさんの強みですな。一人だったら運を天に任せて向かうしかない。秘密の裏口から EX ジムへアプローチ。ポンジャだ。今日2戦目の EX です。はい、はい、今回はがっつり出落ち質対策パーティーです。まあこれでもさっきと同じダメージ量になるのが納得できない。今回はがっつりデオキシス対策パーティーです。まあこれでもさっきと同じダメージ量になるんでしょうけど。小さいお子さんがスマホの画面を覗きに来た。ポケモン GO やってやってんだね。ポケモン GO やってそう。大丈夫そうだ。なんだった大丈夫、ね、自由人自由人だね。ボールは13個、余裕があります。今回もファイルのみで行ってみよう。
把握せで金釣り投げてしまった。一応エクセレント出しておくけど抜けてくれ。取れてしまった。あれれ、なんかレイドレベル5のボスが出てる。意味がわからない。見れば当たり一体にラティオスが出現している。特にイベントは告知されてないけど、どういうことだろう。サプライズを超えて困惑しかない。とりあえずマーキングも兼ねてイオンに出ているギラティナをすることにしました。後でわかりますが、来週はイオンで開催される伝説のバトルウィーク中なのでマーキングしても無駄でした。撃破です。 CP2040 低い。ゲットです。続いて隣のお堂に出ているギラティナをやります。ギラティナ2匹並ぶとはついてないぜ。個体値100でも出たら一転してついていたということになるけど。撃破です。 CP2033相変わらずの CP です。そう簡単に高個体が出られても興ざめだけど、いや簡単でもない。もう結構やってるぞ。ボールは15個、余裕です。ゲットです。続いて隣のお寺に出ているラティオスをやります。お寺の裏からジムにアプローチ。撃破です。CP2133 低い。ボールは14個、余裕です。おお、決まった。おめでとうございます。もうお一人色違いが出ました。6人中2人はそう。そう。3匹目の色違いラティオス、ゲットです。同時刻開催の EX 成立したし、最後に色違いラティオス良かったです。ミミドルの色違いは期間中に再挑戦します。ありがとうございます。ありがとうございます。午後6時にいきなり出現したナイトレイド、はい、結局このことについてのアナウンスはなく謎のままでした。ランキレイド見たく告知してくれればよいのに。ありがとうございます。帰りミミドルの4匹は気に遭遇。ダメでした。